はい、では、朝ごはんになります。30分以内に食べきってもらいます。こちら、30分以内に食べきれない場合は限定となります。注意してください。そしてデスソースが入っている可能性があります。デスソースが入っている場合があります。デスソースが入っている場合には、そちら食べきらないと脱落になってしまいますので注意してください。それではいただきます。いただきます。みんなヨーグルトから食べて胃を守るんだ。みんなヨーグルトから食べて。あ、リンゴ、エンジェルリンゴ。ヨーグルトから食べて胃を守るんや。気持ちの問題じゃないんだよ。はい、早くない？ちょっと全員に入れるの早くない？どれぐらい？どれぐらいにしようかな。好きなだけとか入れてください。じゃあもう。デスソースが何か知ってんのかな。デスソースが入れてる人。ガチの。臭い。飲み込めない、あ、なんだっけ、レハヤとか、ヨーグルト、ヨーグルトで胃を守ったらちょっといいもんね。食べてる？なのに？だめさ、お茶碗さ、お茶碗回しながら食って丸っと。そうさ、くっつってさ、回って回るってさ、なんで？なんで？ないです、私も。え、入ってないの？私、落ちたから入ってないんですよ。なんか、ちょっと美味しそうに見える。いただきます。よっしゃ。ケチャップかけようかな。
気は紛れるかもしれないね。ちょっとかけよう。本当に嫌だ。気は紛れるかもしれません。気は紛れるかも。マンジューソースの匂いしてきた。ごめん、私が出したから。からこれで食べてみる。見た目はチキンライスみたいな。チキンライス。ケチャップライス。見た目は。楽しい。それは無理。あ、美味しそう。どうですか、変わりますか。いや、変わってあげたいんだけど、お米ぶち変わんないよ。それはそう、それはそう。あ、出てきた、今入っちゃうから、またスパイストラベラー。デスソースとスパイスを一緒にしないでください。今なんだっけ、シャラームみたいな名前のあるじゃん、なんだっけ、シャンティ、シャンティ、シャンティ50からとか、デスソース入ってるでしょ。デスソース入ってる、スパイスじゃないの、それは。痛みが喉で終わる。舌に乗せる前に水で流し込んだら、お別れなのか。甘っ。みんなデスソースのことになってくると、全員攻撃的になるね。みんなプロみたいになってる。デスソースのプロになってる、みんな。デスソースのプロ。逃げ方みたいな。あいつはなんか黒っぽくなさそうな雰囲気だった。くせっ、すっぱくせこれ残ってんの。
メガネでも和田明子のかけてる。汁だけ早く食べちゃおう。マジでやだ。
だからさ、全面だったら真っ赤にしてケチャップで薄めて食べちゃった方が楽しいかなと思って。飲み込まれる時の痛さがない。胃しか来ない。喉へのダメージが、ダメージが全然ない。するっていう。あと、人。え？やってみ。やってみようかな。結構いい。確かに。ああ。美味しい。はい、ごまドレ
がなんか酸っぱいのがなくなってる。私同じことしてるけど全然だよ。辛いの得意なんで大丈夫ですか？どうしたの？それも飲んでみよう。はい。マジで。マジで。あ。何これ？ご飯いっぱい食べたい話ですよ。ご飯ですよ。確かに。どうだった？今から行きます。これやば。これはやば。さあ、コールください。コールください。ドリコ？ドリコ？まうわ。お願いします。お願いします。なんか合宿でドリコの面白さがみんなに伝わってるし、マジでおもろい。なおほら一口いけよ、お前。なんておめでとう。食べました。ごちそうさまでした。私もソースでこやべ、なんかストレートに戦いますね。え、いちご入れんの？いちご入れるの？そうですよね。チェイサーです。チェイサーイチゴジャムなの？マジで嫌だ。私映さない方がいいっすよ。マジでマジで。ロングドボー。あ、ゴマどれだってなる。なるんで。ごちそうさまでした。存在が知るの。ありがとうございます。お寿司です。あと一口。あと一口。お上手に行った。お上手に行った。お上手に行った。うぇーすごい。あと5分ぐらい。え、パン取らなきゃ。自分で取ったパンも制限時間内ですか？パンも制限時間内。パン持ってるってことになるの？あ、パン、うん、もういいんじゃない？正しい。いいかな。食べたい？食べたい？いいよ、食べて。クロワッサン。ズッキーまだ余ってるよ。あとこれだけ。聞いてない。聞いてない。水飲んじゃった。父親にもう一個持ってこようか。飲み込んでる方がいいんだけど、のが、あの、口の中の味わわない。全然口の中の方が入ってる。飲み込んだら口の中に。喉の。
一緒だと大丈夫なの。全員だから楽しくなった。なんか辛いの臭いですけど、味と匂いが一番辛い。匂い臭いんだよ。もう行っていいんですか？大丈夫です。ありがとう。